はい。この前のビデオでは、4つの会話例をご紹介しました。このビデオでは、これをどうやってたくさん聞かせるために使うか、その方法をご紹介したいと思います。まず最初はですね、特に何もタスクを与えないで聞かせるだけでいいと思います。会話の1番から2番、3番、4番までを続けて聞かせるわけですね。 はい。えー、次から、2回目からは、えー、タスクを与えて聞かせるといいと思います。まず最初は、えー、客が買ったか買わなかったか、これに注目して聞かせてみましょう。えー、で下の方にあの記入欄がありますけどね、えー、買ったら丸、買わなかったら×とか、そういうふうにしておくといいと思います。えー、ひらがなが問題なく書けるレベルになったら、えー、もちろんこのスライドみたいに、はいとかいいえとか、 えー、書いてもらってもいいと思いますね。えー、しかし、えー、そのコースの目的に日本語を書くことが含まれていない場合は、もう聞き取れていても日本語が書けないから記入できないっていう、そういうこともありますからご注意ください。えー、まあ、ここでは1番から4番まで聞かせて、4番だけ、えー、買っていないということを確認しましょう。 えーえー、次、3回目ですね。3回目はその店がクレジットカードが使えるかどうかこれに注目して聞かせてみましょう、えー、もし媒、ね、介語があれば、えー、英語とかね、えー、英語が使えるようなクラスだったらこういうふうに英語で記入しても全く問題ありません、えー、と会話例の1から4番まで聞かせて2番が、えー、クレジットカードが使えましたね、えー、それを確認しておきましょう はい。最後、4番目の聞かせ方です。4番目は、客が現金を使ったかどうか、それに注文して聞かせるといいと思います。会話の1から4番までを続けて聞かせて、会話例の1と3で使ったということを確認するといいですね。英語とか、あの、媒介語がないときは、こういうふうにチェックを入れてもらうのもいいと思います。 はい。えー、でここ、ロールプレイについてですけど、あの、第二言語、第二言語習得ではですね、たくさんのインプットと少しのアウトプットが大事だというふうに申し上げましたね。で、アウトプットに関しては、えー、ここに書いてあるロールプレイが一番典型的だと思います。で、ロールプレイっていうのはですね、役割を演じることによって語学を学ぶ方法なんですけど、えー、行動中心アプローチでは、 自分以外の人を演じる必要はないです、えー。ですから自分だったらどうするかということを考えて会話したらいいですね。えー、ですけど、まあ、あのー、教室以外の状況を設定するためにですね、こういうロールカード、ね、これを作ることが作ります。ロールプレイは練習の方法。ロールカードはそういうふうに書いてある、こういうことが書いてある紙ですね。 まあ最近はあのスライドで見せてもいいんですけどね。はいえー、もしですね、学習者が社会人とか、えーまあ、あのその場でね、えー、財布を持っているような時は、えー、クレジットカードと現金2000円というね、こういう、ここに書いてある設定の代わりに、実際にその人が持っている財布の中身を使った方が、えー、ずっと現実的になると思いますね。でこのような実物は、レアリアと言います。 もう何度も言ってますけどね。ええー、まあ、ですけど、その学習者が、まあ、あの、実際にお、財布ってお金が入っているので恥ずかしいから見せたくないとか、そういう場合は、えー、教師の側が用意しておいてももちろんいいと思います。はい。えー、では次のビデオでは、えー、教え方の注意点について、えー、お話をしたいと思います。はい。フィルムでゲー。